はい皆さんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです皆さんは日本人は匂いに厳しいって知ってましたか日本人は匂いにすごく厳しいです匂いにうるさいですこの場合のうるさいはノイジーのうるさいじゃなくて匂いにみたいなあのいろいろ言う匂いに 怒る匂いに対してううるさい <laughs> といと意味ですだからちょっとまあ皆さんが日本に来た時にね匂いに上手に気を使って匂いをケアして楽しく日本の人と過ごせるようにちょっとアドバイスをします、まあ日本人はあのすごく清潔なんですよね清潔。 綺麗にすることが好きで、汚いものは良くないと思っていますねだから絶対毎日お風呂に入りますあの私はあまり入らない <laughs> 私は2日に1回ぐらいだけどあそれを言うとうわお前汚いって言われると思います 多分みんんみなななな2日に1回ぐらいいじゃないかなでも人の前では普通に毎日お風呂に入っていますというのがマナーそう言ってください、うん、毎日ちゃんと体を洗って髪の毛も洗いますねだからかなあまり日本人は臭くないです男の人はすごい臭い人がいるけど 女の人は大体臭くない臭わないしすごく匂いに気をつけていますね。よくシュ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 あのデオドラントスプレーしたりもするしであともう一つ知ってほしいのが日本人は強い香水パフューム香水の匂いもダメなんですね。強い香水はすごく 嫌いな人が多いです例えば電車の中ですごい強い香水の人がいたらう,うんううん、臭いってなりますよねだから結構オーガニックのスプレーパフュームみたいな優しい匂いのスプレーが女の人には人気ですねはい私もそれは賛成です やっぱり優しい匂いがいいなと思いますね。とかあの石鹸、ソープ石鹸の匂いとかが好きな人が多いです。でまあちょっと違う話だけど「わかんない鳥がやばい」<laughs> そうあの日本人は本当に汚いのが好きじゃない人が多い。 例えば食べ物は絶対にお箸を使ったりあの、まあ、おにぎりとかは手で食べますけどこの前ねハンバーガー屋さんに行った時にびっくりしたのがすごく大きなハンバーガーでたくさん中にお肉とか、ね、野菜が入ってる大きなハンバーガーでそれをお箸で食べている人がいました。多分 手を使ったら手が汚れるね汚くなると思ったからこうハンバーガーをお箸でほう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 みたいな食べてましたうん <laughs> ね日本人これが日本人ですはいまあ何かね皆さんの役に立ったらいいですはいじゃあ今日のエピソードはここまでいつも聞いてくれてありがとうねじゃあ良い一日を。 ババイバイ皆さんいつもポッドキャストを聞いてくれてありがとうございますもしこのポッドキャストが気に入ったらレビューを残してくれるとすっごく嬉しいです皆さんのレビューのおかげでもっと成長することができるので是非よろしくお願いしますそしてもしトランスクリプトが読みたかったら のメンふりがな付きの PDF のトランスクリプトもあるし普通のふりがななしのトランスクリプトも用意していますそしてこれから日本時間の水曜日9時半から毎週 YouTube でライブをしようと思っています、えー、よかったら遊びに来てください そしてそして最後に p a チ t r e e o n でこの賞私をサポートしてくれている人本当に本当にありがとうございます皆さんのおかげでこの賞を続けることができるしあの頑張ることができるしあの本当にとても幸せになります本当にありがとうございますじゃあまた明日ね いつもエピソードを投稿しているので明日会いましょう。バイバイイ